んですけどね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、まあね、これ見てもらえるとね、わかると思うんですけど、皆さんにね、スペシャルな、新環境、最強デッキをお持ちしましたよと。まあ、昨日のね、エレジャイなんですけど、エレジャイ昨日の時点であれが最強だったんですけど、ただね、また最強デッキが生まれてしまったということでね、今ね、巷で、騒がれているデッキはこちら、ペッカ工場ですね。何が変わったのというところで、まずね、このペッカ工場、ポイズアップということで、ファイボじゃなかったんですよ。前の環境とかね、ずっとファイブが、環境だったんですけど、まあ、それもね、まあ、マスケとか、まあ、スケドラとかがね、いるんですけど、そのね、ペッカ工場の敵、スケドラとマスケ、が下放されたんですね。まあ、ヒースペは言うて、気づかないレベルなんでね、まだまだは全然現役なんですけど、まあ、マスケは現役だけど、ちょっと弱くなって、スケドラ多分ね、いなくなると思いますね、個人的には。っていうところで、そこの辺の敵がいなくなったと、そしてゴースですね、まあ、川を渡るようになって、それはね、結構苦手だったクロスとか、まあ、26ホグに対して、その、川を渡らせることによって、真ん中に出してきたねスケとか、そして端っこにね、ゴースト出すとバルーンみたいにボーンっていくんですよ。だから真ん中エゴリにね釣られなかったりするんでね、結構強いといったところでね、そう。そして空ユニット判定なので、まあ一応クエイクとウッドはね当たるんですけど、まあウッド当たるのはね100、まあ100歩ね、まあ100歩許す、まあ100歩譲りましょうというところなんですけど、こういうところですね。5ワード今取ったんで、ケツペッカいきます。さあ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 、まあ、バルーン相手に1-1取ったらもう勝ちですねっていうね、ところでね、さあ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 、今ね、俺の中の本田圭佑選手もね、出てきてしまったところなんですけど、さあ、ここでですね、相手はね、真ん中に釣っていきたい。さあ、ここでね、ゴースをね、こうやって出すときに、これ大事なのが、ここでね、ううーって、ね、言いながら出すことに、うわ、やばいって、マジでそれ。いやー、いけいけ、いや、待って待って、もうちょ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 、いや、来た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 、いっぱい入るいっぱい入るいっぱい入る、いやー、もっと稼いでほしかったな、もっと追ってほしかった、正直。バッキバキにね、バッキバキやぞって感じでね、深夜版のね、ザブングル加藤といったところでね、さあ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 、とりあえずね、まあ逆サイバルーン食らっても折れるんで、正直こっち来られるのが嫌っすね。まあ、なんですけど、俺のね、この覇王色の覇気、覇王色の覇気によってね、相手はこっちにね、攻めることができないというところなんですけど、これバルーン来そうな気配あるんで、逆サイラム、ラムじゃないですね。まあ、ラムなんですけどね。さあ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 、行きたいと思います。いやー、マジ？それやばくね？それちょっとやばくね、やばくね、やばくね、やばくね？っていう感じでね、エコーを聞かせてあげることによって、いや、これラバルで一本折られるやつじゃん。ラバルで一本折られるやつって感じなんですけど、ここね、バルーンに向くように、さあ出してあげる。こうすることによってね、バルーンからぶち抜いた上げて、さあ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 、愛知県民風にね、上げてをね、なまらせてあげてね、さあ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 、ここでね、まあ、ポイズナーをね、ブリッっていう感じでね、いい音と一緒に出してあげて、さあ、ここ、エレキ、ズシャーン、ありがとうございます。いや、いいエレキですね。さあ、ここでいきますよ。いや、耐えろ、あー、もうダメっすね、今の。耐えないな。もう、ケツバシバシ叩いてね、鍛えておきますね。さあ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 。これで、両サイ振ってあげて、真ん中ババとかじゃね、ババねえか。よいしょ、さあさあさあ、着地と同時にね、打ちかましてあげて、それで今ね、空しかない、空しかない、空しかない。そしてここね、ゴースト出してあげることによって、よいしょ、OK。さあさあさあ、インフィ引き出す。インフェ引き出す乳酸菌とね、いったところでね、いや、ちょ、今、クソつまんないんでね、焼き鳥がいったってことにしてね、カットしていきたいと思います。さあ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 、さあ、ここね、ペッカ、端前からね、ぶった切ってあげて、ここは、正直、これ、ぬっ！いやー、いい！素晴らしい、素晴らしい。いや、やっぱ、俺のやることすべてが素晴らしいですね。さあ、ここ、いやー、これは止まらないでしょう。グッドゲームということでね。ドヤ顔です、今ね。渾身最大、今世紀最大のね、ドヤ顔をしているところです、ね。まあね、ゴーストが川を渡ることによって、ラバーにも勝てるとね、言ったところでね、ちょっとね、イケボを挟んでしまったんですけどね、次行きたいと思います。さあ、ここね、次、まあね、ホグとかクロスに対して、結構ペカゴージャー絶望的だったんですけど、ね、そこら辺にもね、勝ちやすくなったというところでね、まあ僕はド M なんで、ホグとかね、まあクロス来てもらって、それでね、これ勝てるようになったんすよ、つってね、ドヤ顔で言って負けるっていうところをね、お送りしていきたいと思うんですけど、さあ、ここザップね、打っていって、
で、さあさあさあ、後ろから言うの。マジアちゃんもおやつですね。俺、あいつのことおやつって呼んでるんですけど。さあ、とりあえずね、これ、ポイズン打ってあげて、はいはいはい。で、これ、アドトントンでダメージ与えて、はい、俺の勝ちってね。はい、俺の勝ちっていうね。ところでね、俺の中の本田圭佑選手も出てきてしまったところなんですけど。いや、待って、これトルネアのやつやん。もうやだわ。いや、マジで、マジアチャにトルネ入れてる人ってね、もう、8枚マジアチャ、後半ね、8枚マジアチャ出して、なんかのユニット引き出して、トルネピューしかね、やんないんですよ。さあさあさあ、そんなね、悪口も吐きつつね。さあ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 。うん。ですよ、ですよ、ですよ。さあ、いい、悪くない、悪くない。これマジアチャ倒したんで、何来るかな。これ俺ファイスピに読みザップしたいと思います。全然しません。さあ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 、ここですよね。モンデーはおっとぬっ、あーやばいって、それいけいけいけ、あーぶねー、いやーやば、ガッツリリクユニットいないっていう、やば、それ、お、でも、ぶち抜き、ぶち抜き、倒せ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 、もう、全然使えないっすね、こいつら。いや、そんなことはね、言わないんですけど、俺、やっぱね、魂をね、込めて、こいつらをね、操っているんで、俺は。さあさあさあ、やっぱね、自分がキングターンの気持ちになることが大事なんですよ。やっぱね、もう負けはしを表すということでね、まあ、ここはね、そういう世界なんでね、さあさあさあ、甘えは許されないといったところで、いや、そのヒースピホーグ、ダメっしょ。それダメじゃないですか。結構俺結構ダメだと思うんですよ。いや、ハンターもまだお前元気だな、おい。さあさあさあ、ペッキングペッキちゃんをね、さあさあさあ、ここら辺でぶちかましてあげて、さあさあさあ、いや、ありありあり、これありよりのありですね。ありよりのあり。さあ、ここで相手がこうトルネ使うと思うんですよ、多分。あー、もう無理無理、マジアチャやだやだって言ってね、ダダをこねながらね、トルネをぶちかましてくる頃だと思うんで、やめろやめろやめろ、サワンナ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 、ブズラジルの人聞こえてますかと。あ、そりゃサバンナでしたね。あー、すいませんすいません、本当に、ね、いや、忘れっぽいんでね。さあ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 と、さあさあ、いやー、それ痛い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 、うーん、やばい、やばいが、これでぶち抜き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 ぶち抜けぶち抜け、さあさあさあ、俺の方が有利。いやー、お前やばい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 、なあ、もうやばいじゃん、俺の勝ちじゃなかすかった今すかすか。いやー、なるほどね。ペッカトルネハンターには勝てないですね。ペッカトルネハンターには勝てないんですけどね、ペッカトルネハンター以外には勝てるといったところでね。いや、マジか、今ワンチャン掴んじゃろうか思ったんですけどね。ホグがだるいっすね。ホグがだるい。で、しかも、スキを潰す用のゴーストなんでね、ヒースピとかハンターで来られた日にはたまったもんじゃないですね。さあさあさあ。とりあえずね、もうね、割とね、これね、スケドラ弱くなったからね、トリトンとかでペッカ引っ張られてもね、そんな嫌じゃないんですよね。そう。なんでね、割と、チャイリキ合わせていく。いや、これトルネのやつやん、やべ、ぶち込めばよかった。おっと。いや、めっちゃいいっすよ、これ。見ててください。俺の勇姿を見といてください。さあ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 、いいよ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 、いいわ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 って感じなんですけどね。さあ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 、いや、ここ、いや、メガニーとか、いや、ここでね、俺やっぱプロプレイヤーなんで、ここでね、一発、かましていきたいと思いますね。さあ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 、ここですよ、これ。あー、ちょ、今ミスったな、これ完全に。よいしょ、脳幹ですね。よいしょ。いやー、ちょっと目がないと前の方出てきたんで難しかったですね、単純に。さあ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 、本当はね、言うのをね、ちゃんとね、しっかり飛ばしてあげると。まあ今のはね、ダメな例っていう感じでね、わざとこう失敗したんですけどね、次はね、次目がないと来た時に言うのをね、手元に持っていたらね、いい例をね、次は見せていきたいと思います。もう、言うのでね、目がないとノーダメで完封できるんで、さあ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 。マジアーチャーをね、出していってね。うわー、マジアーチャー出しちゃったよ。マジ、あちゃーって感じでね。さあ、ここ、ゴースト出していって、いや、待てよ。ここはまだ来ない。まだ来ない。まだ来ない。こい、さあさあさあ、ザッパマン、ザッパマン、さあ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 。もういらないね、ザップとかいうカードはね、速攻こういうところでね、捨てちまうのがね、ありよりのありといったところでね。いやー、これ、はーいつ、ちょっとダメージでかいって、しかもここはでもね、本当は言うので、完封するのが一番いいんですよ。なんですけど、あ、やばいやばい、まだ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 、歩くな歩くな、いやー、もう、バッ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 バ。いやー、マジかよ。いや、これ、シャーナシーペッカーっすね。ここはシャーナシーペッカーいきます。で、ここで、俺、スケラープラスもう一枚打たれるの嫌なんで、
うん、まあ、防衛ポイズンしますね。そしたら。いやー、でもそれちょっとやだな。でもロケあるんか。ほな違うかって感じなんですけど、謎のスケラロケットですね。まあ、スケラロケットまで積まれてしまうとね、さすがにね、フリーズとかもあるんじゃねえかってね、疑ってしまう。すげえな、それ。その精神。俺に対して、その、なんだろう、ロケットまで撃ってしまうぞというね、その精神、乾杯ですね。その精神に乾杯と、言ったところでね、さあ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 、いやー、これどうしようかな、どうしようかな、どうしようかなと。いやー、これ。これね、ゴースト、こう見てください。貫通するんですよ。いや、待って、あー、たぶん、あー、でけえ。さあ、ここね、ポイズン。どんなにね、やってもね、スケラに対してボイポイズンすればね、2000は削られることはねえと言ったところで、さあ、グッドゲーム。グッドゲームですね、ドヤ顔で。まあ、やっぱね、このゲーム、勝った方がね、ドヤ顔でグッドゲームするゲームなんで、皆さんね、勝った時はね、ドヤ顔をしながらね、グッドゲームと言ってあげましょう。さあ、4戦目いきます。いやー、アイバンとね、言ったところなんですけど、あれ、この人なんかペッカで有名な人じゃなかった？名前全く一緒だったら違う人なんですけど、名前は意味わかんないから。なんかあるじゃないですか、そういうの。同一人物みたいな、なんだっけ。同姓同名。同姓同名かもしんないんですけど。いや、枯渇なんで言っちゃうっすね。わ、しかもバレバレやん、俺。バレバレこの世でね、一番嫌いなんですよ、マジで。ペッカ工場からしたら一番辛いと思うんですよね。さあ、ただこういうナイトとかを、いや、甘え。よいしょ。まあ。釣ってあげて、いや、美味しい。インフェか。施設インフェは美味しいですね。バーカうめえっていうね、博多の人もね、多分喜んでると思うんでね。さあ、ここで相手インフェ切ったんで、ここゴーストね、ぶちかましてあげて、ここ許容ですね。ゴーストで許容して、始まりにね、こう行きます。チャキーンと。で、こいつがね、追い越してくれるんで、この形が強いんですよね、非常に。で、これ竹取った後に、この辺にスケ出てくるんですよ。スケ、出てこね。さあ、じゃあ、これにポイズン打っちゃおうかな。おじさん、この辺にポイズン打っちゃおうかなって感じでね、ちょっといやらしいおじさん風にね、演技をしつつ、さあ、ここね、ザップで。よいしょ、ありがとうございます。もう一発。いやー、全然足んない。スケ切ったバレるぐらいしかないんじゃないですか、今受け。いや、あるかな。俺、こういう調子こいたことをしたら、あー、やべ、これバレる気で終わる。マジで終わる。ただ、これゴースト見てください。真骨頂ですからね、こいつの。さあ、見て。こんな風に守れないですからね、普通。よいしょ。やば、ゴースが受けてんの、これ。でっけえ。で、これインフェでしょ？はい、でかい。はい、強いって感じでね。さあ、ここ。いや、ワンチャンというかね、なんならもう、ワンチャン通り越してね、ツーチャンぐらい勝てそうですね。いや、いいエレキだし。しかもいいエレキだし。いや。ワンチャン。来い。いや、来ない。よいしょ。で、こういうとこもね、許容してあげるのが大事なんですよね。やっぱね、許容しないとね、こう負け筋を引いてしまうといったところで、おたげ取った後、吹きが来ますよ。ね、来たでしょ？そういうこと言ってんすよ、俺は。さあ。いやー、これは勝っちゃったな。いや、バレバレ枯渇もね、やっぱゴーストがね、透け散らかすことによってね、今みたいな、本当にでも、これマジネタじゃなくて、割とでかいですね。本当にバレルの防衛あんなうまくいかないんで、ゴーストだけじゃ。さあ、いいですよ。アイバン君にもね、さあ、サンクラ取っていき、いや、めちゃめちゃ強いんじゃないですか、ワンチャン。ダミアンと、いいですね。俺もね、あそこで食うね、結構なんだろう。まあ、ドリンクバーとかはね、好きだったんですけど、あ、それ、バーミヤンや。バーミヤンの話しちゃったよ。またやっちゃった、俺。いやー、俺、こういうところがね、やっぱ結構ね、お茶目というところでね、有名なんですけどね。さあ、こう。バーミヤン、正直ね、ドリンクバー以外にね、何やかわかんないんで、ね、ドリンクバー以外に浮かばなかったんですけどね。さあ。いや、ここね、ザッパマンで、一回かましていき、手札回していきます。相手なんかね、ポンピオバルーン、いや、そうですね。ポンピオバルーンっていうのはね、海外のポンピオっていう人が作ったね、メガゴとインドラが入ってるね、変態、のバルーンですね。まあ、ド M しか使えないんですけど、このデッキって結構。そうなんでね、まあ、僕はあんま使えないって感じなんですけど。さあ。やばい。
たまぶち抜け、ぶち抜け、って感じでね。で、こういうのにはザッポ打ちません、僕は。さすがに、こういうところに打ってしまうと、メガゴ一発なんてね、軽いもんなんで。エリクサー負け、今、ただでさえ2か3ぐらい負けてるんですよ、多分。うん。負けて、いや、負けてるはず。え？嘘やん。あ、諦めた、もしかして。え、嘘やん。あ、諦めてなかった。さあ、ここにね、ファイボとかザップとかね、余計に打ってきたら、この工場がね、受け止められなくなると。いったところで、さあ、ここね、ここザップとか打たれたら一発入ってしまうので、余計な一発今入った？入った？入った？見えない。入ってない。危ねえ。さあ。アイゴレ通り切ったんで、ここ、うん、いやー、ここ、いやー、ザップかな？さすがに。お、え？マジ？打たんの？いやー、ありがてー。ありがてえ、月亭方正って感じなんですけどね。さあ、俺月亭方正好きなんですよね、個人的にマイブーム月亭方正なんですけど。さあ、ここね、マジックアーチャー出していき、ワンチャンバルーン来て、ディガー邸が来るかな。さあ、エレキ出してあげて、さあ、ここね、ペッキングペキちゃん行きます。さあ、で、真ん中ゴースティングして、ここ絶対ゴリ逆サイド来るんで、うん、守れ。いや、待って、優秀すぎ。頼む。いやー、でけ。さあ、ここね、ぶち抜き。いやー、おいしい。でも隠れてるからね。脳幹といったところでね。いや、さあ、こっからですよ、こっから。いやー、これやだなー。これワンチャンぶち折られるんすよ。さすがにねえかな。さすがにぶち折られるのはねえかな。ねえと信じてえと。いったところでさ、ここ。ペーズンね、ぶちかましていって。さあ。さあ、ここね。よいしょ。うん。いや、いい。これ陸、相手薄ペラいんで。ペラペラのね、薄なんすよ。さあ、ペラペラの薄の話をしていたところでね。さあ、ここ、エレック、じゃーんと。いや、いい感じ。いや、待って、ワンチャン、全然大丈夫ですね。これ、ポイズンっていきます。よいしょ。相手がここ、いや、ワンチャンここね、バルーンつなげたいところなんですけど、ディガーをこっちに咲かせるとね、バルーンディガーの形をね、組ませらんないと。いったところで、ここね、オシャンティーボーイ、シティーボーイといったところで、ふん、はい、グッドゲーム、ありがとうございます。いや、もう、ゴーストが透けてしまうことによってね、端っこに寄せるもよし、バレルの亡霊に使うもよし、スケラの防衛に使うもよし、真ん中に出して、スケを消すのもよし、俺は、よしのとね、言ったところでね、素晴らしいオチとね、同時にこの動画もね、終わりたいと思います。ということでね、今日はね、この動画、ペッカ工場紹介していったんですけど、マジで多分強いですね。マジで強くて、結構12勝してる人とかも増えてるんでね、結構環境の中心まで行かなくてもね、端っこくらいにはいるんじゃないかなと思いますね。ということで今日はこの辺で終わります。またね、もしよければね、チャンネル登録ね、高評価、そして、コメントの方もね、よろしくお願いします。ということで、ね、今日はこの辺で終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。